マツダの米国部門は6月26日、7月8日に新型車を初公開すると発表した。マツダの米国部門はこの新型車のティザー映像を配信した。この新型車のエンジンサウンドを紹介している。なお、この新型車についてはマツダ3のターボエンジン搭載車との情報がある。すでに北米向けの CX-9、マツダ6、CX-5 に搭載されている直噴 2.5 リットル直列4気筒ガソリンターボエンジンスカイアクティブ G2.5T が北米向けのマツダ3にも拡大展開される可能性がある。このスカイアクティブ G2.5T エンジンはマツダ6の北米仕様の場合、最大出力 250HP、 最大トルク 42.8kgm を発生する。 42.8kgm の太いトルクは 2000rpm の低回転域から引き出される。スカイアクティブ G2.5T にはマツダのダイナミックプレッシャーターボを採用する。新設計のポートを使用してターボチャージャー内に空気を取り入れることで、ほぼ即座にブーストが得られるのが特徴だ。